お、今夜も一人楽しくお家で過ごすのか。今出かけるところ、エデンのかけらを見つけたの。何の役に立つんだ。病気を治す、弾丸を跳ね返す、人々の心を操るとか。テンプル騎士団に利用されたら危険だからよ。言い方が親父そっくりだ。光栄ね。ルーシー・ソンが今夜荷物を受け取る。彼女はオカルト専門家よ。中身はブルースター卿の話していたエデンのかけらかもしれない。楽しそうだ。ついて行ってもいいか。任務に集中するよね。約束する。その箱の中身はあなたとあなたの家族全員の命よりも価値があるの。お分かり？はい、ミッソン。気をつけろ。警備は倍に増やせ。ミッソン、ミスター・スターリック宛ての書類のご確認を。ではこちらへどうぞ。いいわ、でも早くして。あの箱の中身を狙ってるのよ。屋根に重兵がいるな。馬車に着く前に片付けて。楽な仕事だ。見つかったか。それが。おいお前、逃げた方がいい。何をしたの。質問なんかしてる場合じゃないだろ。ちょっと急いで。喉にない。もっと安全に走れないの。書類がなくなっちゃう。書類が、そりゃ大変だ。お望みならここで止まろうか。姉貴がぶっ飛ばしてくれるぜ。そんな髪の束をどうするんだよ。どうなのよ。時間があればね。ジェイコブ黙って。弾薬がもうない。これを使え。いい。姉貴がぶっ飛ばしてくれるぜ。じゃあエデンのかけらは。行こう。ゆっくりだ。もういいよ、俺たちをやってる。行け。今だ。飛べ。
面白かった。誘ってくれてありがとう。またやろうぜ。最悪。修理しといたよ。塗装して新しいカーペットを入れて、あとは裁縫師の妹がカーテンを割引してくれてね。教育してやるつもりだな。